中国大陆福州爆炸案的前明棋、中国で先日発生した連続爆破事件、実行犯である千明棋さんが生前地元政府のトップに苦情を訴える録音が公開されました。追い詰められた千さんの叫びをお聞きください。事件前、千さんはブログで江西省武州市林泉区の州東進前区長による強制立ち退きによって日本円で2400万円もの被害を受けたと告白。10年来陳情を続けてきたものの、何ら結果を得られませんでした。これに対し区長は、紋切り型の返答するばかりです。52歳の千明棋さんは、自制の爆破装置で武州市の政府機関3カ所を爆破。千さんを含めた3人が死亡しました。関係者によると、当局は千さんの家族に対し、地元の習慣である出棺を控え、ひっそり葬儀するよう求めたそうです。千さんは生前ブログで、庶民はいつ光を、団結の力を、生きる希望を見られるのか、今日市民が弾圧されても、明日こそ腐敗官僚の末日となる。私は実際の行動で正義、公平を取り戻す、と綴りました。ある香港メディアはこう評論します。現在、庶民の不満に対し、官僚たちは放置したり、嘘をついたり、脅したり、暴力を振るったりする。彼らが陳情すれば、報復すらする。市民の怒りは深まる一方、訴える術を失った人民にとって、暴力抗争こそが唯一の手段となる。別の香港メディアも、今回の連続爆破事件について、最近激化する官僚と民衆の衝突や社会の矛盾が反映されたものに過ぎない。もし強権的な手段を改めず、社会に蔓延する怒りを軽視すれば、社会の矛盾が爆発したとき、どれほどの惨劇となるのかと述べています。爆破事件の後にも、千さんと似たような死を予告するメッセージがネットに載りました。山東省最年少のネットユーザーは、自身が投資した工場が強引な立ち退きにあったと暴露。2年訴え続けたものの梨のつぶて。自分には残された時間は長くないが、無駄死にはできない。汚職官僚に代価を払わせる。とあります。ブログには工場が取り壊された写真も載せられています。さらに最後、自分は思い詰めたのはなく、身勝手でもない。追い詰められてこうするほかに、どんな方法があるのかと心の内を述べました。新東人テレビがお伝えしました。思う念力、岩をも通す。皆様方のご寄付で、神道人はさらなる飛躍を遂げます。